皆さんこんばんは、ここです。今日もね、制作いたしました。今日は、まあ、いろいろあったけど、楽しく過ごしたから良かったかなと思います。窓がね、ちょっと開いてたから、閉めます。うるせえな。気にしないでください。生活音。たまにね、なんか、いらん音が入るよね。まあ、それもね、また一つの面白みということで。この後ね、俺のターンとの音。ゲーム紹介とか出して、一本出して、出かけます。なかなかやる予定が多い。なんか、予定が増えたけど、それなりに楽しくやってるから大丈夫っす。まあ、だいぶ落ち着いてきてもいるし。まあ、多忙時期とかに比べたら全然だからさ。なんだろうね、多忙時期と比べるまでもないんだけど、何年前だっけ ?1 年か、2年前ぐらいだよね。すごい多忙の時期があって、なんか何も手につかないみたいな時だったからな。あれは大変だった。なんか仕事が山積みで、追っても追っても、なんか追いつかないみたいな感じ。まあいいや、話が長いさんだけで読みます。それでは今日もありがとう。また明日もよろしく。